皆さんこんにちは、ヤクフルです。このサンキューの文字、スタンプでもなければ印字でもない、なんだか不思議な感じがしませんか？実はこれ反転した紙に除光液で転写させてるんです。今日はちょっと不思議な科学をご紹介したいと思います。作り方はとても簡単です。では早速作っていきましょう。ゴー、ヤクフル。準備するものはこちら。まず封筒です。封筒じゃなくてもいいんですけど、紙ですね。文字を載せたいものです。今回はセリアで購入したデザインペーパー2種類を組み合わせて5種類の封筒を作りました。ちなみに使った紙はこちらのお花柄の紙と、あとドット柄の紙の2種類です。そしてこれが一番大事です。今回のキーポイント、除光液。除光液は何でも大丈夫です。コットンと綿棒、マスキングテープ、こちら粘着力が弱い方がいいです。そして転写したい文字を切り取ったもの、これはコンビニのコピー機で印刷をしてください。で、左右反転した、今こっちから読んでると思うんですけど、反転したものにしてください。私はパソコンで反転させましたが、アプリとかでも反転できる機能あると思うので、それをぜひご活用ください。早く振る。はい、汚れてもいいようにクリアファイルを敷きました。ちょっとすいません、反射してますが、ここでやっていきたいと思います。最初にご紹介したこちらの封筒、こちらはここが二重になっていて、後ろはこんな感じになってます。そしたらこれにサンキュー、サンキューとここに押したいと思います。で、場所を決めたらマスキングテープ軽く留めます。2箇所ぐらいあるといいかなと思います。このように軽く留めました。そしたら除光液とコットン、あと綿棒を横にも置いといてください。で、ちょっとスピード勝負になります。まず除光液を、染み込ませる。そして綿棒でこする感じですね。こすります。はい、ではいきます。せーの、バーン。わー、ちょっとすれた感じの、かすれた感じのメッセージをこのように転写することができます。では他の封筒もやっていきましょう。ちなみに紙は1回きりです。作った後、除光液はしっかり乾燥させるようにしてください。サンキュー、よいしょ、サンキュー、サンキュー。今回はペーパーでやりましたが、このようなメッセージカード、これもセリアですけど、に転写することもできます。なのでサンキューカードとして持っておくのもすごくいいんじゃないでしょうか。早く振る。はい、これで簡単かわいくすぐできる除光液を使った簡単転写の封筒の完成です。わー、こうあえてのこうちょっとかすれた感じとか乗ってない感じを出すにはスタンプではなかなかできないので、こういう風な転写をご提案してみましたが、いかがでしたでしょうか。換気のいいところでぜひやってみてください。のと、家のインクジェットプリンターだと多分インクの関係で多分転写できないと思うので、コンビニ、セブンイレブンなどのコンビニの、コピー機を推奨します。早く振る。はい、ということで今日は除光液で作る簡単かわいくすぐできる、こうなんかちょっと擦れた感じのスタンプでは出せない、このなんて言うんですか、印字方法をご紹介しました。いかがでしたでしょうか。なんかちょっと面白いな、イラストでももちろんできますので、ぜひぜひやってみてください。このような DIY 動画は出してますので、他の DIY 動画もぜひぜひご覧ください。DIY 好きの方グッドボタン、文具好きの方もグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。ヤクフルでした。バイバーイ。